皆さんこんにちは、ペソでございます。三国志英傑伝ですね、続きやっていきましょう。さあ、しばらくはねアイテムが買えないので、はい、まずはね、こちらに向かいましょう。花房館に向かいましょう。アイテムがねいいみたいなので、はい、ぐるりんちょっと回って、はい、でここはね、あの玄関さんが、花崗徳さんをね一騎打ちで やっつけてくれるということなんで、優先的に行きましょう。で前回お休みしてた甲冑さんね、さんもだいぶ上がってくれたから、援軍が来ただと、ふん、そんなものを俺がまた蹴散らしてやるわ。左右の森には注意してください。どうやら花崗徳はあそこに兵を捨てているようです、ということで、まあターンも35ターンと限られてるんですけども、割れちゃったね。こっちのレベル上げたいね、やっぱり。
揃ってくれるとね、嬉しかったんだけどね。あ、揃ってんのか。だったら、あんまり近づくとね、あれの餌食になっちゃうから透析しちゃうね。服へ来たね。
感じでいいかな。おお、そっか、上からも来るんだ。ああ、来た来た、耐えてよ。おお、しょしょ、危ねえ。
食らった。あーそっちやね、うん、やっぱりな、入ってきたな。
これは大きいね。はい、ではね、途中ですけどここで、一旦終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。